this Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は2023年の寒気の水管理計画に自信を示しています。政府はタイと中国との貿易と投資を促進しています。バーモセットワクチン試験プロジェクトの延長が閣議決定されました。タイ政府観光庁はタイランドゴルフ&ダイブエキスポプラスアウトドアフェス2023を開催しました。それではまず初めのニュースです。政府は2023年の寒気の水管理計画に自信を示しています。政府はエルニーニョ現象への対応と合わせ2023年の雨季と寒気に向けた水管理計画を策定しました。王立灌漑局によりますと、2023年から2023年にかけての寒気の水配分計画の実施について、灌漑地域に十分な水が回り、水不足の問題はなかったと主張しました。また、2023年の雨季へのガイドラインを定めるとともに、12の措置を厳守するよう強調しました。エルニーニョ現象に対応するとともに、できるだけ多くの水を貯めることに注力し、将来の水不足問題を防ぐ方針です。2022年4月30日までの寒気の水管理からは、全国で222億8000万立方メートル、雨季の予備水は155億5700立方メートルが確保されました。寒気の耕作に関しては、全国で811万来の耕作が法律灌漑局によって行われています。2022年の雨季には、13の対策により、寒気の水の管理、適切な水の配分で十分な水が各地に割り当てられました。現在、水の配分は計画通りに進んでおり、水不足の問題は生じていません。農業、農業協同組合所、法律灌漑局は、2023年にかけての寒気には、合計276億8500万立方メートルの水を割り当てる計画です。2022年から2023年の干ばつ対策では、生態系の保全、農業、工業、さらに主要河川の塩分や水質のコントロールを行い、1038万台、チャープライヤー川流域は、635万台の作物栽培を支援します。また気象局は今年の雨季の天候を予測し、5月22日に雨季入りを宣言しました。今年の雨季は通常より約 5% ほど雨が少ないと見ています。8月から9月にかけては東北部北部が熱帯低気圧に見舞われる可能性があるとの予報を発表しています。今後の対策として全国の灌漑事業を重視し、灌漑局の12の対策を実施するなど、洪水に備えるよう呼びかけています。次のニュースです。政府はタイと中国との貿易と投資を促進しています。政府は今後も活発化する傾向にあるタイと中国の投資・貿易協力の進捗状況を発表しました。未来産業を発展させるために、上海と東部経済回廊の連携を推進するべきだと指摘しています。タイ投資委員会は、東部経済回廊と
上海の臨港特別区を結ぶ準備を整えています。5月2日、上海都心会は上海市や民間セクターと協力して開催したイベントインベスト・イン・上海シェア・フューチャーに出席するため上海市長をはじめ上海の経営幹部がタイを訪れました。今回は4月に実施した中国への投資促進ロードショーに続いてのタイ訪問で、タイ投資委員会はタイが中国の投資家に依然として関心が高いことを示すものと歓迎しました。タイは中国の各地と連動させることができると自信を示しています。特に東部特別開発区は将来的に上海の臨港特別区ともリンクさせることが可能です。上海はイノベーション投資の誘致を優先させています。科学技術、デジタル産業、健康、医療、スマートエレクトロニクス、電気自動車などタイのターゲット開発産業ガイドラインに沿った産業とも合致するものです。上海臨港特別区と貿易と投資を推進することでタイと中国との投資をより密接に結びつけたいとしています。タイと中国の貿易と投資は成長を続けています。特に健康医療産業、電気自動車、スマートエレクトロニクス、デジタルなどタイの目標開発産業に沿った未来の産業への投資は両国のさらなる成長につながります。次のニュースです。マンモセットワクチン試験プロジェクトの延長が閣議決定されました。政府はコロナ感染予防のためのサブユニットワクチン候補の安全性と有効性を研究することを目的としたマームセットワクチン試験プロジェクトの延長を承認しました。トライスリー政府副報道官によりますと、このプロジェクトはもともと先月終了する予定でしたが、プロジェクトのスケジュールが今年12月29日まで延長されました。この延長はプロジェクトを実施中にテストに不可欠なマーモセットの購入と配送の遅れなどいくつかの課題に直面したためと説明しています。植物由来のサブユニットワクチン候補のフェーズ 2A 人体実験についても同じく2023年12月29日までの延長が合わせて閣議で決定されました。安全性と有効性を最大限に確保するため、過去の試験で得られた安全性のデータなどを考慮し、期間を延長することになりました。これらの変更に加え、政府はいくつかの県にまたがる99のプロジェクト、合計予算4億2255万バーツの調整も承認しました。これらの調整にはプロジェクトのキャンセル、スケジュールの延長、または重要なプロジェクトの詳細の変更などが含まれています。次のニュースです。タイ政府観光庁はタイランドゴルフ&ダイブエキスポプラスアウトドアフェス2023を開催しました。観光立国としてタイの2023年の GDP 成長が期待されています。タイ政府観光庁は豊かな購買力を持ち、多様なライフスタイルに合わせたアクティビティを求める質の高い観光客の掘り起こしを目指しています。これにより新しいタイプの観光客を獲得し、来年の外国人観光客の入国者数をさらに増加させたいと考えています。国内市場担当タパネ副長官は、タイランドゴルフ&ダイブエキスポプラスアウトドアフェス2023を主催し、今年の第二四半期の観光を刺激したいと述べました。観光ハイシーズンが本格化した第一四半期に比べ、第二四半期は観光客数が減少する傾向があると指摘しました。そこでタイ政府観光庁はライフスタイル重視の観光を活性化させるため、ゴルファーやダイバーなどアウトドアの活動が好きな人のライフスタイルのニーズに応える観光商品を紹介するエキスポを開催しました。タイ政府観光庁はスポーツツーリズムをタイの5つの F のソフトパワーと関連づけることでスポーツツーリズムを拡大しようとしています。タパネ副長官は観光はコロナ前のようなレベルにまで戻りつつあると述べています。2023年最初の3ヶ月でタイ人を含む700万人から800万人の旅行者がタイ国内を旅行しました。
それらの観光はタイに4000億バーツ以上の収益をもたらしました。タイランドゴルフ&ダイブエキスポではタイ国内及び海外の観光事業者が運営する450のブースを出展し、来場者に商品やサービスを提供しました。すべて新しい世代の需要に対応した内容となっており、ツアーパッケージも最大8割引きで提供されました。タイ政府観光庁はこのキャンペーンで1億8000万バーツの経済効果を予想しています。タイランドゴルフ&ダイブエキスポプラスアウトドアフェス2023は5月21日までクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターで開催されました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府は2023年の乾季の水管理計画に自信を示しています。政府はタイと中国との貿易と投資を促進しています。マームセットワクチン試験プロジェクトの延長が閣議決定されました。タイ政府観光庁はタイランドゴルフ&ダイブエキスポプラスアウトドアフェス2023を開催しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.